ファンタスティックタイム。タイム、タイム、タイム。皆さんこんにちは。ファンタスティックフロムエグザイトライブの木村ケイトです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ケイトくん、はい。もう10日寝ると。お、確かにライブですね。ついに。はい。初日、はい、山口でやるんですけど。ちょっとツアーの概要。はい。教えていただいていいですか。そうですね、まあ、絶賛リハーサル中でして、はい、結構、まあ、固まってきてはいるんですけど、うんうんうん、結構かっこいいですね。かっこいい、はい、ライブ感が強いんじゃないかなとは思いますね。わ、うん、かりました、はい、ということで結構ねもう反響来てまして、はい、ノアケドさん、山口当たりました、うん、恋音オタクからしたら山口へ行けるのが念願すぎて本当嬉しい。恋音オタクやってめっちゃ嬉しい。嬉しいですね。お待ちしております、はい、道中気をつけてきてくださいね。あとは、奈良県のラジオネームみほんちゃんさんから、初日山口めちゃくちゃ楽しみです。あと私がずっとファンタちゃんを応援している影響でいつしか母も一緒にファンになっています、うん、実家を出て一人暮らしを始めてからもよく LINE でケイト君たちのお話をしてるんですよ。そんな母と一緒に広島公演に参戦します。ありがとうございます。 LDH のアーティストのライブに母が行くのは初めてで、うん、やっと母が生のファンタちゃんに会えるんだと心の底から嬉しくて自分が初めて会うみたいにドキドキしてます。すごい嬉しいです ね、 すごいね。家族を巻き込んでいただいてねえ、母も虜にします、うん、いいいい今のいいよ、はい、今のなんかちょっとグッときた。来ました、うん、ぜひ楽しみにしててください。あ、もう虜にする自信があると、はい、そんだけかっこいいライブになっているということで す、ね、皆さんあと10日です。いやー待て皆さん待てあと10日ですね、はい、ということで楽しみにしております、はい、お願いします。さてお便りたくさん届いています。ケイト君お願いします。はい、あやなさん、あやかさん、ケイト君こんにちは。こんにちは。今日はお二人にどうしても伝えたいことがありメールを送らせていただきました。何、いつも足元からおしゃれなお二人やファンタの皆さんに憧れ、将来は靴の販売員になりたいと夢を持つことができ今年の夏は就活を頑張ってきました、うん、そしてこの夏の終わり無事に本命の企業から内定をいただくことができました、すごい。就活期間は辛くて逃げ出したいことが多かったけど、うん、日々大好きなケイト君の笑顔を思い出したり日曜日に恋音を聞いて癒されて頑張れました。彩香さんやケイト君は日々どんなことをモチベにして頑張れていますか。ねえ、まずはおめでとうございます。おめでとうございます。いや、このお便り覚えてます。私も覚えてる。いや嬉しいな、ちゃんと勝ち取ったんだね、うん、夢叶えてる、はい、おめでとうございます。どうですかモチベ。モチベやっぱ自分の好きなものを買ったりとか、うん、欲しいものとか美味しいご飯を食べたりとか、うん、僕はその物欲と食欲でモチベを保ってますね。最近食べた美味しいもの何。最近食べた美味しいもの、焼肉ですかねやっぱ。あー間違いない。これすごいことで、うん、1日3回焼肉行って次の日にも焼肉行ったんですよ。えこの前。えどういうこと。朝昼晩。昼にリハ前に堀夏くんと行こうって言って行って、うんうん、でその後で大輝くんと焼肉行って、うん、でその焼肉行った後にその前後になんか友達と普通に焼肉行こうって誘われたんで、うん、そこでも焼肉行ったんですよ。食べたちゃんとちゃんと全部食べました。すごいね、もうみんな一緒に行けばいいやん。確かにそのうち2回はメンバーさんなんやけ、はい、すごいですよねすごいね。で次の日も焼肉行ったんでしょ。夜大輝くんとかな、これそれこそまた大輝くんと焼肉行って2 days やん、はい、仲良し。いや焼肉好きだなと思いました自分ねすごい。それ行った時って何食べるんですか、はい、いやでも基本はもうタン赤身とかサラダと米は食べてないです、ね、昼だけ食べて、うん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 、でその2回の夜は食べてないです。米は。ちなみに今日の晩ご飯何でした。ステーキ丼でした。肉ばっか食べてる羨ましすぎる。やっぱね肉はね体にいいらしいですよ。やっぱりそこは食べといた方がいいってなんかニュースとか言いました。ニュースで言ってた。だから普通に記事、あよく SNS とかで、うんうんうん、上がるじゃないですか。見る代謝が上がるものとか体に健康なものとか食べた方がいいとかね、はい、いいですね、はい、だからお肉はすごい好きですしなんかパワーが出るというか、うん、だから食べちゃいますねお肉は、うん、もうパワーって聞いたし灰色を思い出す感じになってるんですけどザ・パワーじゃないですか
はい、続いてどうぞ。はい、続いて、まいさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あやかさん、けいとくん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく恋音を聞いています。ありがとうございます。私は最近電気はつけないままキャンドルを焚いて韓国ドラマを見ながらお風呂に入るのが一日の楽しみです。あやかさんとけいとくんの最近の一日の楽しみがあれば教えてください。おしゃれ、うん、そんなインスタグラマーみたいな一日を過ごしてるんですか？間違いないいや、おしゃれです ね、 ね、どうですか一日の楽しみ。サウナ。あ、うん、超健康じゃない。最近新しいところを見つけて、うん、そこに行ってるんですけど、うん、めちゃめちゃいいんですよね。その撮影終わりとかに、夜遅くまでやってるんで、やそこ撮影終わったら整いに行って次の日を迎えるっていう。お肌めっちゃ綺麗だね。そうなんですよ、やっぱサウナはいいかなって今気づいた。アクリル板があるから、はい、アクリル板がさちょっとなんか汚れてるのかあれなんだけど、はい、あれなんだけどびっくりしたよ。本当ですか？嬉しい。すごい、むき卵みたいありがとうございます。何も塗ってないですよね。はい、綺麗。え、なんか綺麗になりましたね。本当ですか？うん、男の子に言うセリフじゃないけど綺麗になりました、ね、恥ずかしいいや、そうですね、サウナ。いやー、いいですね。とかアニメ見ますね、僕は。最近どうですか？最近は参りましたイルマくんっていうアニメをネットフリックスとかで見てるんですけど、うんうん、次あの主題歌ファンタがやるんですよ。はい、あれね、第3シリーズのエンディング、あ、オープニングテーマか、うんうん、オープニングテーマであの僕たちが歌うんですけど、それももう多分オンエアされてんじゃないですか、この頃に。10月23日はね、はい、今日にはね全然されてますね。だから皆さんね、ぜひアニメを見た時はファンタを感じていただけたら嬉しいです。もちろんですよ、うん、やっぱりさ、ケイト君アニメ好きじゃないですか、はい、嬉しいですか？いや、嬉しいですね。結構予告動画が先に解禁されて、うんうんうん、あのギリギリライドイットアウトっていうんですけど、その曲がちょっとアニメと一緒に裏でかかってたんですよ、うん、そう、テンション上がりますね。おーって、アニメーションと自分たちの歌が、はい、いや、嬉しかったですね。あれは一つ夢が叶いましたね。アニメの主題歌をやるっていう。あ、それも夢だったんですね、はい、ケイト君なかなか夢を言わないじゃない。はいはい、なんか言ったら叶わなくなるから言いませんって言なんかね。それはあれですね、何、神社とか行った時の。あ、そうなんや、はい、普通にこういう場所では言う、まあ、言います言います。え、じゃあ今の夢は何ですか？今の夢は、うん、なんだろう、パフォーマンスというかライブだったらアリーナやりたいとか。うーん、それはね、はい、結構前から言ったもんね、うん、とかそのドラマ映画とかだったらレギュラーのドラマに出て、うん、そのたくさんの方に見てもらいたいっていう願いもありますし、はい、まあ、やっぱ映画とかにも出演していきたいなとあるので、うん、そうですね、パフォーマンス以外だったらやっぱ役者業を頑張りたいなと思います。あ、たまたま今このラジオを聞いてる偉い人いたらお願いしますお願いします待っておりますさあ続いていきましょう、はい、続いて、青森県レモンさん。あ、遠くからありがとうございます。ありがとうございます。ケイト君、彩香さん、こんにちは。こんにちは。先日大学の前期の成績が来たのですが、うん、初めて単位を落としてしまいました。お二人は最近やらかした出来事ありますか？まあ大学はね、単位は、うん、仕方ないですよね。仕方ないんじゃない、うん、そういうこともある、うん、でもね、なんとかなるから大学は。なんかそんな、はい、ちょっと大前のことはもう覚えておらんあります？やらかしたことか。やらかしたことってなんか難しいね。難しいですね、うん、私一回寝たらなんか忘れちゃうのよ。いや、一緒です。忘れちゃうてか忘れようとしてるそう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 。え、なんだろうな。あります？やらかしたことか。え、絶対あるんやけどな、うん、あるんじゃけどな、何やろうか思い出せないな、ね、っていうぐらいのメンタルでレモンさんも後期頑張って、うん、そうですね単位は結構大事ですけど、うん、取り返してください、はい、頑張ってればいけますから、はい、福岡市のゆきむさん、ありがとうございます。ありがとうございます。彩香さん、ケイト君、こんにちは。こんにちは。私はケイト君の後輩グループサイキックフィーバーの、あ、サイキックか先生大丈夫ですか？先生大丈夫です私はケイト君の後輩グループサイキックフィーバーも大好きなんですが、8月からサイフィーがタイに行った影響で顔マンガイという言葉を何度も耳にするようになりました。私は顔マンガイを食べたことがなかったのですが、そういえば恋音が始まってすぐの頃にケイト君が自粛期間で作ったって言ってたなと懐かしくなり、
先日私も自分で作ってみました、レシピを見て作ったのですが炊飯器一つで簡単にでき自分で言うのもなんですがめちゃめちゃ美味しかったです。ケイト君と彩香さんの最近の料理事情もお聞きしたいです。またずっと気になっていたことがあるのですが ケイト君の観葉植物ハッピーちゃんはお元気ですか。近況報告お待ちしておりますだそうです。なんで私に振るんよ聞かれてるのケイト君やろ。最近の料理事情か、うん、最近は作ってます。だってあの時は自粛期間でしたもんね。で、うん、なかなか家から出られなくて時間があるから作っとったけど、うん、今めちゃ忙しいでしょ、はい、ケイト君。そうですね、ありがたいことに忙しいんであんま作ってないんですけど休みあります。たまにありますよ。会ってもすぐ予定入れますもんね、ケイト君って、はい、映画見に行ったりとか予定はすぐ入れるんですけど、うんなんだろう、まあ、普通にお肉焼いて食べたりとかはしますけど。お肉ばっかだ家でもお肉焼いて、ね、家でも、うん、料理してないですね。お味噌汁作ったりとかはします。ちゃんと具材切って、はい、具材切ってお味噌入れてえのき入れてみたいな。へ、うん、何味噌使ってるんですか。合わせ味噌。ああ一番おいしいやつだね、うん、一番おいしい。今度味噌あげるね。お本当ですか、うん、嬉しい。山口のお味噌おいしいから山口美味しいですね。山口の味噌美味しいですよね。あ山口って赤だし白、に合わせ味噌。何合わせ味噌。うちは合わせ味噌しか使わないんですけど。あ麦味噌。麦味噌。うん麦と米を合わせて。一緒じゃない。違うんかな。違うんですかね。どうなんだろう。逆に私関東の味噌に詳しくないのに、なんか違うと思い込んで山口の味噌今度渡すねって言ったけどあんま変わらないからぜひぜひ。ごめん。いやいやいや絶対美味しいです。調味料ってやっぱちょっと違うじゃないですか、うん、あそうこの刺身醤油も渡すわ。わありがとうございますどんどんお家が、ね、山口のぜひ染めてください。おばあちゃんみたいになってるで最後の行のやつ。あハッピーちゃん、はい、これ悲しいんですけどね、うん、枯れてしまってますよこれだってだいぶ前やよ、ね、だいぶ前ですよねえ、うん、これは枯れちゃいましたハッピーちゃんは、ね、皆さんお察しくださいよ、はい、ねえちょっと、ね、私もすぐ聞いたもんねあの、うん、元気ってもう枯れましたって仕方ない。そうやっぱ遠征に行っちゃうとね。そうですよね、はい、観葉植物園はね、うん、傷みやすいんでね。そうです、うん、だからまた新しい観葉植物を買おうかなと、うん、あ渡そうか山口の山口の観葉植物までくれるんですかちょっとあのとりあえずあの調味料だけにしとくわちょっとそうですね多分帰り大変なことになっちゃう大きめのキャリーアップでいてください、はい、ということで、はいまあ、こんな話をしておりますけれども、うん、あれじゃんやらかした話それやん。あそっハッピーちゃん最近じゃないかもハッピーちゃん。そうですね、うん、確かにやらかしエピソードです、うん、なんてやらかしエピソードね、ちょいちょいやらかしとる気するわ。そうですね、まあ、今日のラジオもカミカミだからすごいやらかしかないやでもそれはねある意味通常運転でもありますからねということで、はい、はい、ということで今日の曲いきましょう。はい、はい、そうですね今日はですね平井大さんの、まあ、新曲を持ってきたんで、はい、はい、かけさせていただきます。お願いします。はい、今日お聴きいただきたいのは、平井大さんでラブソーグッドです。今お聴きいただいたのは平井大さんでラブソーグッドでした。はい、この今までの2人のね、うん、はい、グダグダっとした会話を全て帳消ししてくれる、はい、素晴らしい曲です。いやそうですね家族をテーマに作られた楽曲らしくて、うん、歌詞一つ一つの、 その何ですかねワードの使い方がすごいおしゃれで結構曲がスッと入ってくるというかすごい聴いててなんかリフレッシュかな、なんか 無になれるというかなんか結構それこそねやらかしたってさっきも言ってましたけどこういうことを忘れられるような優しい楽曲ですし、なんかやっぱ平井大さんって聞き心地がいいですよね、うん、いや耳当たりがいいですね、はい、お耳に優しいお、うん、なんかちょっと言い方が可愛いですね。お耳に優しいお耳に優しい歌声をしているので、いや、はい、本当皆さんぜひねあの、うん、キャンドルを焚きながら合いますね。やらかしたりした時も、うん、おまんがい食べる時も聞いてください。はいお願いしますはい、いや今日のファンタスティックタイムいかがでしたか。いやもう本当にいつも通りですやっぱね、2本目って一番疲れるんですよね収録ね収録の2本目ケイト君すぐ分かるからね、はい、お疲れた時そうなんです。だから滑舌に出ますから、はい、だから頑張ります。もう終わるよもう終わるって終わりますか。はい、はい、これからも、はい、皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。
宛先は koi@kry.co.jp koi@kry.co.jp です。また番組ホームページや KRY アプリのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。番組ツイッターやインスタグラムもチェックしてください。ではケイト君お知らせお願いします。はい、11月2日から山口を皮切りにファンファンステップが開催されます。楽しみ、はい、待てん。もうそうですよ、あと10日ぐらいですよ、はい、本番まで。なので僕たちも気合い入れてこの10日間を過ごしてリハーサルもね力入れていくので、山口の方そうでない方もぜひ会場にお越しください。お待ちしております。お待ちしております。あとニューシングルチューチュートレインが11月16日にリリースします。はい、はい、この曲がここ絶対カットしないでほしい、こここの楽曲はですね、はい、ファンファンプロジェクトの第2弾シングルとなるので、皆さんぜひチェックしてください。よく言えました、ありがとうございます。お後がよろしいようで、はい、以上ファンタスティックスフロムエグザイルトライブパフォーマー木村圭人でした。また来週。